強ブロック。はい、オスド、近い。かなり近いな。今はね、カリフォルニアロサンゼルスサンアントニオビーチに来ております。いや、これサンタモニカやね。あ、サンタモニカ。サンタモニカビーチに来ております。今回はね、皆さんに重大な報告があります。それはね、なんと僕ちょっとね、ロサンゼルス結構いたんですよ。まあ、皆さん動画で見てくれたから分かると思うんですけど、ロサンゼルスもう結構飽きちゃったんですよね。もう結構いすぎて。だから今から僕はニューヨークにアメリカ横断します。ヒッチハイクでね、ヒッチハイクでしますよ。いや言うの、ニューヨークで、友達がいるんですよね。前回アメリカ来た時にニューヨークの友達がいて、でその友達が会いたいって言ってくれたんで、じゃあヒッチハイクで会いに行ったろうやないかと。もう距離は関係ないってことで、ヒッチハイクでロサンゼルスからニューヨークに横断することになりました。ということでね、皆さん0円旅って言ってたじゃないですか。所持金が気になると思うんですよ。もちろん日本からはもう財布空っぽできたんですよ。でも路上なりなんなりいろいろ、まあ、お金の稼ぎ方の動画を上げたと思うんですけど、まあ、その動画で見てくれたら分かるんですけど、お金合計今のお金を発表したいと思います。数えな分からんから、ちょっと一回座っていい？よし、見てくださいよ、これ全部稼いだお金ですよ。今から数えんねやんけ。いくら10ドル、20ドル、30ドル、35、40、50、55、60、65、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78ドルで、これ小銭の紙幣ちょっと見したいから、俺の鍵な紙幣？いや、78で普通にちゃんと数えて。おい、踏むな。え、ちょっとなんかポケット今なんか入れたよな、金。え、なんかちょっと待って、お菓子ポケット今絶対金入れた、出てるもん。出て、これ何？え、募集ってこと？俺が持ってた方がええやん。俺いろんなもん食べれるし。え、ちゃうやん。お金今、じゃあ俺 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、18ドル。もうこれ2ドルぐらいから20ドルしかないってことだ。でもいつも0円やん。20ドルもあるやん。20ドルに戻せってこと？20ドルもある。50ドルぐらいパクってるな。っていうことは、まあなんか20ドルで横断しろってこと？うん、とりあえずまあ行く俺だって行けるよ。じゃあ20ドルでニューヨークまで、まあ、またちょいちょいお金を稼いで路上で横断したいと思います。あとさ、うん、そのなんか視聴者の人のことを考えて、一応なんか5個ぐらい質問用意してんけど、うん、あ、視聴者目線で考えてくれたってこと？そう、それは嬉しいな。ええやつやろ。いや、それええやつやな。でしょばってんな今日。じゃあ質問教えて。1個目、どうして横断するんですか？言うてんさっき、友達に会いに行く、ヒッチハイクで。そういうこと。20ドルでね。うん、さっき言うてん。質問の時勢が合ってないから、次。僕は電車の方が好きです。お前やん。お前が好きやねんやろ。今回はヒッチハイクです。お前が電車に乗りたいとか聞いてない。え、だってあれやで、ヒッチハイクで何キロあるか知ってる？だいたい調べたら5000キロぐらいあるな。5000キロや。5000キロをだいたいまあ1ヶ月から40日ぐらいで横断しようかなと思ってます。ついてこい。それはカメラマンとしてね、映像ちゃんと撮ってください。はい、次。オナニーはどこでするんですか？ぶっ込んできたな。かなりぶっ込んできたな。まあ気になる人もおるやろな、そういうの。オナニーは基本的にやっぱ野宿とかなんで、マクドとかちょっと1ドルとかでコーヒー飲んで、マクド入った時とかに Wi-Fi つないで、もうトイレとかでやってますね。だから全国の、言うたらアメリカ中のマクドナルドは僕が手つけてると思ってください。ちょっと気持ち悪い。次。ジョーさんは、ゲイの家に5日間泊まって、ゲイだと噂されてますが、本当ですか？結構あれやな、お前の独断と偏見が入ってる匂いがするねんけど、ゲイではありません。僕は女の子好きです。日本でもよう言われたおかしい。いやいや違う違う違う、そんな変な噂流れるやろ。違う違う。次じゃあ次は5個目、この前スラム街に行ってましたが、今回も危険なところに行きますか？あ、スラム街とかそういう命の危険があるようなところ絶対に行きません。そんなんさ、なんや旅とかなんや夢として横断したい、でも夢のためにな、やっぱりそんな命を犠牲にする、そんなん僕には絶対できません。だから僕のイメージ言いますよ。ラスベガスとかでこうね、お金持ちと知り合って金髪美女に囲まれながらこう赤ワイン飲んでるみたいな、そんな優雅な旅を期待しておいてくださいね。もう絶対に危険なとこは行かないんでよろしくお願いします。そんな好きじゃないし、チャレンジとかチャレンジが嫌いやから、いやそれ嘘やろ。安牌の旅しよう、安牌の今回はな。次お前約束する。はい、次最後にカメラマンのサイドンさんに一言。待て、視聴者に一言やろ。なんでサイドンさんに一言やねん。いやだっていつもなんか視聴者ばっかり。まあサイドンさんにはサイドンには一緒に頑張ろうこの程度で、で視聴者にはやっぱり言うとかなあかんな、ここでちゃんと。今回視聴者の皆さんを楽しませるような面白い旅を僕自身が作っていくんでね。なんか観光スポットとか回るとかも好きやと思うんですけど、でもそれよりもなんか僕自身ができる旅、どんどん広げていけるような出会いであったりとかストーリーを作っていきたいなと思ってます。だからゼロから僕がどんどん旅を作って、でたくさんの人と出会ってそういう楽しい旅を演出したいと思うんで、よろしくお願いします。あとさ、プレゼント用意してきてんけど。プレゼント？そうえ、それ誰から？え、俺から。サイドから？まあ聞いてたって言ってたやつ来るとか。はい、ホワイトボードやんな。まあ皆さんホワイトボードなんですけど、書いてることこれ$10したから後で返してなんか。おい大事なホワイトボード捨ててもだけど、これ貸しってこと？いやそらそうやろ。まあだからこれでヒッチハイクをしろってことやな。嬉しいわ。まあだから日本帰ってお金があるときにちゃんと返します。お願いします。こんな感じで、はい、旅を楽しんでいきます。4時間目指せベイベー。遠い空の下、一つの物語だ。止まってくれ。携帯で見てくれている方はこちら画面下のチャンネル登録ボタンから、 PC で見てくれている方はこちら登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。これからも俺と一緒に人生楽しんでいこうぜ。ありがとう。